TBS 幕末パイナップルナイター入江聖火杯4日間の短期決戦、予選準優勝戦を勝ち上がった6強ドリームメンバー5人が勝ち上がり、豪華メンバーの対戦となりました。優勝戦第12レースです。1号艇福岡の瓜生正義、2号艇静岡の服部幸男、3号艇三重の足立幸、4号艇福岡の甲賀満、5号艇静岡の山田裕太、6号艇福岡の石倉陽子。枠なりでの待機行動、1号艇が瓜生正義です。最終得点率で逆転してファイナル1号艇をつかみました。きっちりと仕上げて貫禄のレースを披露、1号艇瓜生が引戦です。2コースが2号艇服部幸男、24乗制覇を達成した丸亀から連続の優勝を狙っていきます。3コースが3号艇足立幸、近況充実の足立、9月から7場所連続のファイナルです。4コース、地元4号艇甲賀満、トーチはこれで3連続の輸出。5コースは5号艇山田裕太、江戸川尼崎に続き3場所連続のファイナルです。6コース、地元6号艇石倉陽子、若松は今年4回目の参戦、数多く走っています。6コースから挑みます。優勝戦第12レース、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。優勝戦の第12レース、インの1号艇瓜生スタート平行でしまいました。一周一幕、まくるのは2号艇の服部、まくり出した3号艇の足立を警察、4号艇、6号艇、向こう正面は3号艇の足立と2号艇服部の先頭争いです。スタートは前提正常でした。3号艇、2号艇が並びました。その後ろ4号艇、5号艇が接戦状態。後ろ2幕、さあ先頭争い、3号艇足立の内側からアタックは4号艇甲賀満、刺してくる2号艇は服部幸男。さあここは4号艇の甲賀満が前に出ました。先頭に立った4号艇は甲賀満、その後ろ2号艇服部、3号艇足立が並んでいます。後続は5号艇、6号艇、1号艇。2周1幕、先頭4号艇の甲賀、2番手2号艇服部の外を握った3号艇足立幸、3号艇の足立幸が2番手リード、そして失速した2号艇服部が3番手、上の3艇は4番、3番、2番となっています。その後ろが6号艇石倉陽子、1号艇瓜生正義は5番手です。最後方5号艇山田裕太、2幕先頭は4号艇甲賀満、2番手は3号艇足立幸、3番手は2号艇服部幸男です。レースはこれより最終周回に入ります。優勝戦の第12レース、トップに立ったのは地元4号艇の甲賀満です。1周2幕では鮮やかに入ってきました。4号艇の甲賀満が先頭で今最後のバックガイドを抜けました。2番手3号艇足立幸、3番手が2号艇服部幸男です。上の3艇は4番、3番、2番の体系、4-3-2-3連単の図、445.8 倍。優勝へ向かう4号艇の甲賀満、今年は3回目の優勝、若松は3度目の制覇、自身通算では28回目の優勝は4号艇の甲賀満、4-3-2で間もなくゴールです。先頭4番甲賀優勝ゴールイン、3番足立ゴールイン、2番服部ゴールイン、6番石倉、1番瓜生、5番山田ゴールイン。以上、優勝戦前提ゴールインしました。